は結構雨の曲全般に結構増えてるとかあると思いますの で難しい曲ではまだ簡単な曲が多いので少し発声を含めていきたいなと思います。まずは童謡ですね、古い童謡ケルテル坊主。1番は金の鈴をあげよう、2番はお酒を飲ましましょう、でももし雨が降ってしまったら首をちょん切りますよという、なんで残酷な歌なんでしょうという感じですけども、それでは恵みの雨でもなり逆に怖い雨にもなるので、雨が降ってもらわないと困るという意味とか、雨を降っちゃダメっていう意味とか、結構生活と切実だったからこうなったとも言われてはいるんですけども、てるてる坊主という曲でした。もう一曲、雨の詩が私のとっても好きな北原白秋の詩、ね、の曲を言ってみたいと思います。雨という曲ですね。本来は5番までありますけども、ちょっと長いので今日は3番まで。Oh.
ね。私結構田舎育ちなもので、まだ子供時代はキジがいましたね。野生のキジいたよね結構畑とかいたよ。あんた都会育ちだからいないか。全然あ、本当に結構止まりです。追いかけたよ、よくちっちゃい子大きいんですか、キジ。いや、尻尾を合わせればね。でもオス、メスはあんま綺麗じゃないし、ちっちゃいんだけど、オスは長いので、その全長を合わせれば大きいですよね。綺麗ですよね。ね。だし、そういえばうちの実家は豊川市なんですけども、ちょうどニュースで豊橋豊川が雨で、うちの町内の隣の川が決壊しまして、うちの実家はなんか緊急避難が出たみたいで。高台じゃないので、うちだから危なかったですけども、というか、ね、豊橋ね、ちょうどちょっと心配で電話しちゃいましたけど、ちょっと怖いですよね、そういう意味ではね、雨ね。あ、雨という曲でした。さあ、あ、ちょっと待って、ごめん、もう片方に撮ってる。さっき何か今日滑舌やってなかったので、一回歌詞を読んで滑舌の練習しましょうか。それでは皆さんで言葉、セリフを読みましょう。さあ、はい。雨が降ります、雨が降る、はい、遊びに行き出し、傘はなし、はい、紅子の格好も尾が切れた、はいよ。雨が降ります、雨が降る、はい、嫌でもお家で遊びましょう、はい、潮間に降りましょう、戦いましょう、はい、雨が降ります、雨が降る、はい、けんけんこきじが今泣いた、はい、こきじも寒かろう、寂しかろう、はい、バッチリです。朗読会みたいなのってあるの今って。はい、では次はちょっと雨の曲は暗めな曲が多いので、明るい曲いきましょうか。こんな曲いかがでしょうか。ね、雨ばっかだと大変なので、たまには晴れっぽい曲ということで、昭和21年、戦後すぐですね、21年、歌ったのは誰だったか皆さんご存知ですか。岡っぱるですね。岡春夫さんでございます。そうです、岡っぱるでございます。はい、そうですね、東京の花売り娘、ちょっとおしゃれな曲、ジャージーな曲。
ちょっとキー高めでしたが、はい、オカッパル昭和21年岡原郎さんの大ヒット曲東京の花売り娘という曲でございました。じゃあそのまんま続いちゃおうか。なんか6月はジュンブライブだから私これ選んだから。さあ次はこれ何、これはフォーク、フォークじゃないよ、何ですか、フォークか、はい、6月といえばジュンブライドなのでこの曲いきましょうか。ちなみに6月に結婚式を挙げた人、あれもう覚えてなかったですよ。私はまだ結婚してないですが、まあ、6月ジューンブライド、まあ、ヨーロッパですからね、ヨーロッパは6月は晴れてるのでジューンブライドで、まあ、日本は、ね、雨なのでなかなか大変ですけど、チェリッシュ、チェリッシュって夫婦、あれ夫婦でしたっけ、あんまり不足しちゃうんだけどです、ね、あのそれぞれの時代で結婚式ソングというのはありますよね。あの瀬戸の花嫁だったりこの曲だったり、今は何なのかわからないけども、何かその時代その時代の愛の曲というかラブソングというのがある気がしますが、ちょっとテンポの速い曲ですけども、皆さん言葉も結構速い曲なので、タタタンタタタンタタン、これぐらいで。
北原白秋作詞、山田耕作作曲、この道ということですね。白秋が北海道を旅した時の思い出を歌ってますので、この白い時計台というのはもちろん札幌の時計台のことでございますが、札幌行ったことある人、もう全員ですね。そりゃそうですよね。雪祭りに行ったことがある人、雪祭り、私も行ったことがあります。でも寒かった印象がとても強かったです。さあ、とってもいい曲、綺麗な曲ですけども、実は曲的には実は難しい曲でもありますので、それでは、3番まで歌ってみましょう。蛇の目傘というやつですね。蛇の目の傘と書いて蛇の目傘と言いますね。それではこの曲は、ギャロップのリズムです。チャッタタ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 ッ、これ結構難しいというのは難しいので、はい、なかなか今これを指している方はいないと思いますけど、ね、
じゃあ、飲めがさんで、はい、雨降りという曲でございました。さあ、じゃあ雨の曲の後は今度は小顔メロディーを1曲いっときましょう。はい、さっき前半では東京の花織娘という曲を歌いましたが、次は東京は東京でも東京ラブソディという曲ですね。小川正夫作曲、藤山一郎が、昭和初期に歌って大ヒットしました。実はこれも長いです。5番まであるのでとっても長いんですけども、ちょっと長すぎるのでキュッと2番まででございます。実はそれぞれごとにあの東京のまあ名所が出てくるんですけどもね、こう神田とかね、ニコライ堂とかね、こう出てくる、そんな曲でございます。マイナー町からメジャー町に宇宙に移る、銀座好きかな皆さんね。なかなか私このもう 2,3 年ぐらいコロナ以降銀座にそういえば行ってないなと思って、もうそろそろ行きたいなと、もうそろそろ行っても大丈夫かなと思ってるので、今度お母さんとお父さんが来たら行こうかなと思っておりますが、ということで東京ラブソディ行ってみましょう。タタタタタン。
えないのでここでしか歌えない。やっぱこういう曲私ね個人的に好きなので、なんか心が温まるので、はい。そして金魚さん可愛いですね、はい。でも金魚でかくなるのよね、知ってる？大きい水槽で買うとなんかこんなでかい鯉みたいになって怖いんだよね。はい、じゃあ誰か。じゃあちょっと雰囲気を変えてアメリカのポスターの曲に行きましょうかね。ポスターですよね。今日大好きな曲だな。なんか合唱したいなって、うん、これもいつか合唱したいなという曲の一曲ではありますが、ダダ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 という曲ね、はい、本にも載っているタッチなので、あの本見ながらあのメロディーを追ってもいいし、もう覚えてる人はあのこっち見ながらでも全然構いません。アメリカの作曲家ポスターですけれども、もう古いですね。実は1864年に作られてます。ということはもう江戸時代に作られてるね。百数十年前に、まあ、もうアメリカではこんな曲を彼らが作っていたんですね。そういう、ただこれすごく曰くがありますよね。ポスターが死ぬ前ギリギリ3日前とかに作ったんですよね、これね。だからもしかしたら自分の亡くなることを暗示していた夢、要するに夢、いや暗示していたのではないかなんても言われているようなあの曲ではあるんですけど、大変美しいクラシカルな曲でございます。それでは、yeah.
これあそこにハーってつくんだね。こっちにはついてなかったけど、はい、なんとなくわかった。うん、いい曲よ。で実は本当は Beautiful Dream はこれ英語の方が綺麗なので、本来は英語でいつか歌いたいなと Beautiful Dream Welcome to me とか実はね、すごく綺麗なんですよ。いつか英語で歌いましょうはい、じゃあ、ポスターのイメージよりという曲でございました。時間もなくなった。